ヨアン・アンドネは、ルーマニア・アルバ県出身の元同国代表サッカー選手、現サッカー指導者。現役時代のポジションは DF。攻撃的なサッカーを好む。現役時代は、センターバックで、ルーマニア代表として、ユーロ1984や 1990FIFA フフワールドカップの代表メンバーに選出された。現役引退後は監督業をはじめ、 FC スポルトゥルストゥデンツェスクブカレスト、FC ユニベルシタテアクルジュなどを指揮。2003年より指揮した FC リナモブカレストでは、リーグ優勝、カップ戦優勝の2冠を達成した。2005年12月から2007年1月まで、キプロスのオモニアニコシア監督を務めた。2007から2008シーズンは、ルーマニアの CFR クルジュを指揮し、リーグ優勝。 カップ戦優勝の2冠を達成した。CFR クルジュは初のリーグ優勝であった。その後、中東で指揮を取り、2010年1月から3月まで、ブルガリアのクスカソフィアを指揮。短期間、FC ラピドブカレストを指揮し、2010年6月、FC ディナモブカレスト監督に再び就任。リーグ戦で6位に終わり、シーズン終了後に辞任した。 2012年4月、ジョルジュ・コスタの後任として CFR クルジュの監督に復帰、リーグ優勝に導いた。2016年5月20日、サンドメトナルディナもブカレストの指揮官就任が発表された。ありがとうございます。